足気味だったんだね。モカ、せっかく作ってくれたヒマリに対してそれはかわいそうだろ。ともえ、ただちょっと形がいびつかな。ゴー、ヒマリちゃん落ち込まないで。このお守りかわいいね。特にそのすぐの気持ちは嬉しいよ。でも今はその優しさがつらい。ごめん。まあこういうのは形より気持ちが大事だからな。ひまり、サンキュー。私はスネアケースにつけさせてもらうよ。私はキーボードケースにつけるよ。私はギターケースにつけとこう。ニャンは？私は後でつけるから。あれ？ランテが恥ずかしがっちゃって。別にそういうんじゃ。いいじゃん。私とお揃いでギターケースにつけようよ。じゃあそうする。これでみんなお揃いだね。なんかこういうの嬉しいな。みんな本番まで頑張ろうね。うん、ライブがうまくいきますように。そのお守りにお願いしても意味ないでしょ。いや、むしろ魔術とかに使われそうな形してるから叶うかもしれないよ。確かに。ひどい。ほらほら、そろそろ練習始めるぞ。ガルジャム、派手に決めてやろうぜ。さっきは出演が決まった勢いでスタジオ練に入ったけど、ライブの内容についてもちゃんと話し合わないとな。話し合いとか面倒いよ。あとは若いもんでよろしく。ダメ、こういうのはみんなで話し合った方が絶対いいんだから。にしても当日私たちと共演するバンド、そこそこの知名度のバンドが多いな。このバンドなんかメジャーデビューするかもなんて言われてるやつらだよ。バンドの人たちが多いんだ。きっとみんな上手なんだろうな。大丈夫かな私。すぐビビりすぎ。イベント内容や会場がいつもと違っても、私たちはいつも通りの演奏をするだけだよ。その通り。それで早速当日のセットリストの話をしたいんだけど、みんな早速ライブの内容について話し合ってる。すごいな。私もこれ以上みんなに置いていかれないようにしなきゃ。でも楽器もみんなより上手くないし、ひまりちゃんみたいにみんなをまとめることもできないし、私に何ができるんだろう。はあ。してた。つぐみ疲れてるんじゃない？話し合いは今日じゃなく